デュケーヌはフランス海軍の巡洋艦で同系艦はない。フランス海軍では一等巡洋艦に分類した。本艦はフランス海軍の1872年度海軍計画により大型巡洋艦2隻を整備するうちの1隻である。海外基地の警備、通称破壊船に従事するには長期間の海上行動を行う必要があるために船型を大型化して設計された。 基本設計は、デュゲートルーアンの大型版で、材質は鉄製を踏襲、浮力確保のために、水面下に突出した、艦首・艦尾形状や、水面上から髪型に向けて、強く引き絞られたタンブルホーム型船体が、外観上の特徴となった。高速を出すために、ボイラー搭載数が増えて、ボイラー室は2室となり、ー本煙突となったのが、外観の特徴となった。 装甲は持たないが、間接防御として、船体を8つの水密区画を持ち、艦艇部を二重艇とした。多敷地で撮られた写真。右側の巡洋艦は、デュケーヌ。船体形状は当時、フランス海軍が主力艦から警官艇に至るまで、主に導入していたタンブルホーム型船体である。これは、水線部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、 戦隊重量を軽減できる戦隊方式で他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、推薦下部の艦首艦尾は著しく突出し、かつ原則艦板よりも推薦部装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、 水戦下から甲板に登るに従って船体は引き絞られ、甲板面積は小さくなっている。これは、美法の社会を船体で狭められずに広い社会を得ることを目的に取られた手法である。水戦下に昇格を持つ艦首から、艦首甲板上に短脚式の全部マストが立つ。その後ろに司令塔を下部に組み込み、両脇に船橋を持つ環境が立つ。 船体中央部に2本煙突が立つ。その周囲はキセル型の通風塔が立ち並び、その周囲は関西艇置き場となっており、それらは2本一組のボートダビットが片弦三組ずつ、計六組で運用された。原則に張り出しが片弦三箇所に設けられ、主砲の19センチメートルライフル砲を単装砲まで1番から6番まで配置された。 副武装の 14cm 砲は、船体内の砲角に片弦7機ずつ、計14機が配置された。2番煙突の後方に2番マストと3番マストが立ち、後部甲板上に7番 19cm 主砲1機が配置された。ありがとうございます。